とにかく土曜日の夜に先輩が来てくれて本当に良かったです。金メダル、未練の裏付けが先に見つかるとは思わなかった。そっちの方が苦戦するって思ってたから。彼が写真の仕事をし、過去にはデザインを学んでいたからこそ、金メダルにはコンテストという可能性などいくつも考えられたからね。しかし過去を消すというのは容易なことではない。インターネット上に彼が大学時代にスポーツ系クラブの写真を撮影していた記録が残っていたことが糸口になった。アラン・スコーピオンさんから先輩の聞いた情報に、パパラッチを始める以前、スポーツカメラマンを数ヶ月やっていたというのが抜けていたことも明らかになりました。調べてみるとほとんど採用された写真がないみたいで、お金にならなかったってことですよね。それでリンカ先輩がひらめいてくれました。金メダルは難しく考えないで、スポーツのことだった。スケールさんはオリンピックで選手が金メダルを取る瞬間を撮りたかった。そしてその写真が全国紙に掲載されることを望んでいた。今でも諦めていないから未練なんだね。苦戦したのは死因だったね。アラン・スコーピオンからリンカが聞いた情報だけでは導くことができなかった。ほとんど勘に近かったね。以前別のパパラッチが芸能人とのカーチェイス中に車がスリップして事故死したっていうニュースを見つけて、それに当てはめた。外国はスケールが違うなって思いましたね。あ、いや、スケールっていうのはわざとじゃなくって、とにかく写真提供スケールジョーンズっていう記事を探して、スケールさんがパパラッチとして誰を中心に追っていたかの目星をつけました。その女優さんはスケールさんが日本に来た後、つまり選定期間中に別のパパラッチにスキャンダル写真を撮られていた。カーチェイスの果てにね。それで確信を持てたんだよね。もちろん油断はできない。僕はもう彼に指名をされないけれど、リンカは違う。リンカが彼に情報を知られてしまったらダメなんだ。あのスケールさんを脱落させるまで先輩がおばあ様のところに行くっていうのは難しいんでしょうか。先輩はその方が安全じゃないんでしょうか。うん、私もそれを考えた。だけどスケールさんはこの場所も私のおばあちゃんの家もすぐに調べる。分かっていると思う。危険に巻き込むことはできない。自覚が薄いようだけれど、羊さん、君もこれまで以上に気をつけなければならない。特に夜道で一人になることは絶対にダメだ。優の一件で君が凛花の後輩であり、君を助けるために優を指名したことは知られてしまっている。
スケールにとって羊さんは人質としての価値がある。はい。それよりさ、美晴、ナオミ、私一つ可能性を見つけたんだ。美晴がスケールさんからの指名を防御したのを見て思いついた。防御されたらお互いに指名できないってルール。つまり今残っている全員がお互いに指名をし合えば、もう誰も誰のことをも指名できなくなる。そうすればみんな生き残れるんじゃないかな。全員が全員を指名。なるほど、確かにそれなら。リンカ、僕はその案を考えていたさ。おそらく君以外の多くの参加者も、もちろんソフィアもだ。でもソーニャは私たち二人に生き残ってほしいって。それで全員が指名し合い防御する。この案に気づいていたからこそソフィアはあえて僕たち二人が生き残る方法があると言ったんだと思っている。なぜならそんなことは不可能だからだ。選定の参加者全員が示し合わせできるはずがない。一人が防御の破壊を行えばそれで瓦解する。僕がこの案を話さなかったのは、君が必ず全員がみんなだと言い出すと思っていたからだ。僕たちはあくまで僕たちだけが残る方法を考えるべきなんだ。それに女神は言っていた。指名できない状態で二人以上残った時どうするかは、その時が来たら教えると。それは全員が生き残ることができるってことかもしれない。君は女神の選定を勘違いしている。なぜなら、いや、もういいだろう。僕は君の案には反対だ。あの、もう秘密はやめにしませんか。これから学校だろ。準備をしないと遅れてしまうよ。もうやめにしよう。私たちの間でそういうのは。リンカ。そうだね。君は自分が納得しなかったら行動してしまう。けれど今時間がないのは事実だ。今日は放課後にバイトが入っているから、明日の放課後にまたライオン館で。どうだい？ありがとう。ナオミもいい？ただしお願いだ。僕が話しても僕のことを嫌いにならないでいてくれるかい？何があっても美晴を嫌いになるなんてないよ。珍しいね。最近ミハルンとナオリン仲良さそうだし。
さあどうだろうね。もっともそもそも僕たちは険悪な仲ではないだろう、羊さん。あれ、そういえば月曜日なのに今日は早いんだね、魔王。昨日は夜更かししなかったんだ。さすがリータン、いいところに気づきました。いやー、セールやってたからね。50冊くらいある少女漫画を借りてきて、土曜日の夜からずーっと読んでたら朝になっても終わらなくて、結局日曜の夕方まで読んでてさ。そしたら昨日は早く寝ちゃったってわけ。女優の話なんだけど、魔王様のおすすめ、リータンにはぜひ読んでほしいよ。起きてる？心配事があるのかもしれないけど、そんな顔してちゃいいことないよ。真央先輩。オデット・マランソンの脱落についておめでとうと賛辞を送るべきかな。なあ、あんたはどうして三春のやつを指名したんだ。君に相談しなかったことは謝るよ。だが三春ヘビナダが危険だということは君も気がついていただろう。危険、面白いやつだと思っていたし、できれば一晩相手したかったが、危険だとは思ってねえな。予想外に彼女は俺の情報を揃えていた。イハルが危険だという証拠だろう。もっとも俺が彼女を指名すると読んでいたとは考えにくい。オデットが俺と組んでいた時から俺がいつかミハルを指名すると読んでいたんだろうね。それをミハルに伝えるとは、オデットは考えが読めない。
君が情報を揃えて脱落させてくれて俺は非常に助かっているよ。もしかして君は罪悪感を覚えているのかい？そんなんじゃねえよ。そんなんじゃ。だが分かんねえだけだ。あいつ俺を守ってたんだ。あいつは死にかけの俺をかばって死んだ。あいつだけなら逃げられた。ああ、生き延びられたに違いねえ。それにあいつは俺の情報を揃えてたんだ。あいつの所持カードの中に俺のカードが3枚あった。なんだよ、わかんねえんだよ。やはり君は。俺はよ、あいつとは組んでて楽しかったんだ。それは間違いない。だが振り返ってみるとあんたと組んでいても楽しくなかった。それは俺たちの協力関係もここで終わりにしたいと取っていいのかな？好きにしてくれ。アラン・スコーピオンはどうする？どうにかするさ。大体あんたそもそも俺の未練もずっと探ってた。その様子だとまだ見つけてはいないようだな。楽しくなかったということについて俺も同感だ。君は大して役に立たなかったしね。アバよ。酒というのはうまいのか？本当？ああ、あんたの国じゃ酒は禁止なんだっけか。建前ではな。もっとも僕は宗教も捨てている。年齢が年齢なのでね、飲む機会に恵まれなかっただけだ。そういやてめえもガキだったな。君に用事があってきた。選定の期間中にもかかわらずその泥酔具合は気を抜きすぎではないのか？選定の時のこと忘れてないぜ。君がまだ脱落していない以上僕も君のことは覚えている。もっとも愚かだと君に言ったことを訂正する必要はなさそうだが。愚かか。悪いがそいつについては間違ってねえかもな。何？その様子じゃオデットのやつと戦ってな。あいつはあんたと戦いたがってた。俺に指名されると分かったからそんなことをしてたってわけか。ああ。どっちが勝ったんだ？どちらが勝ったか定かではない。
だが少なくとも長く経っていたのは僕の方か。そうか、あいつはさぞかし喜んだだろうな。そりゃさぞかし楽しんでいただろう。あんたが見て、あの女は強かった。人生で出会った中で2番目。そうだね、単純な殴り合いなら1番だ。上がいるとは驚きだ。あいつより強いっていうと侍か忍者か。ふん、そんな大層なものではない。ただの家族だ。チッ、トンチじゃあるまい。あんたも変わっちまった口かよ。この選定で自分と向き合って。変わってなどいない、戻っただけさ。そうかい。あんたの用事ってのは分かってる。俺をぶったたいて誇りを出しに来たんだろ。ああ、俺としても都合がいい。あんたに勝てばオデットに勝ったことになるわけだ。ずいぶん気にかけているな、オデットマランソンのことを。あれでも命の恩人らしいからな。どういう意味だ。俺に勝ったら教えてやるよ。指輪か。多少古そうだが手入れをされている。この衣装は婚約指輪だろうか。
ェデリーコ・カルミナーティもその類の人間だと思っていたかな。一人しか残れないというのは残酷なものだ。悪いね、わざわざ店を閉めてもらって。大丈夫。もともと利益を出すためのお店じゃないし、常連さんもみんな分かってるからさ。あ、ごめんなさい。今はちょっとお店閉めてて。あなたは。はは、写真では見ていたけれど、いい雰囲気のお店じゃないか。なぜ君が。疑問に思うこともないだろう。美晴が俺の指名を防御したのならば、俺の情報は凛か獅子舞にも知られていると思うべきだ。だとすれば、俺は次の選定で脱落してしまう。しかしまだアランとフェデリーコが残っているんだ。彼らをそのままにして俺が脱落するわけにはいかない。俺は正義のもとに行動しているんだ。ならなぜ美晴を指名したんですか。美晴とあなたは協力していたんでしょう。君はオデット・マランソンとの協力が疑われたからね。その点については俺の早とちりではあった。謝罪しよう。オタクはいいだろう。君のことだ。凛花に指名されないための取引をしに来たのだろう。もしそうだったら早く話してください。先輩、そこはそうじゃなくて、帰ってもらうように言うところじゃ。君がすでになかったことになったアメチャ女子高校爆破テロ事件の被害者だね。無事助けられたことは聞いていたが、元気そうで何よりだ。ナオミに。落ち着いてくれお嬢ちゃん。別にこれからこの子をどうしようという気はないよ。今のところね。美晴の言う通り、俺は取引をしに来た。取引というか、約束と言い換えてもいい。アラン・フェデリーコを脱落させた後に残るのは俺たち3人だ。その3人が生き残れるかもしれない方法を持ってきた。追い詰められて思いついたのがその手段か。おおよそ正義らしい平和的な解決方法ではあるけれど、成立しない。俺たち3人がお互いに指名し防御し合う。そうすれば誰も指名することはできなくなる。だからその方法は成立しないんだ。いいだろう。これから話すつもりだったことさ。僕の秘密を教えよう。ただし
聞いたら僕たちに干渉せずお引き取り願おう。ミハル先輩。わかった、ここで俺はそう答えるしかないね。リンカ、今朝した約束を覚えているね。女神の旋風、これが一体何を選ぶための儀式なのか、君たちも一度は考えたことがあるだろう。女神の選定において僕たちの死の運命が変わることは仮定に過ぎない。この残酷な儀式で選ばれるもの、それは女神の器さ。器といっても物理的なものではない。僕たちそれぞれが持つ夢、夢の世界、そこが女神の居場所になる。女神によれば、夢というのはあったかもしれない可能性の墓場であり、一方で誰もが持つ形而上の世界だそうだ。